こんにちは、ハルペコツイズ姉のココと妹のアコです。今日食べるのはこちら、おはよう乳業さんのアイスクリームです。見てこの机いっぱいのアイス、すごい、これも有名でもですね、この具がこの具じゃない、難しいので具を変えます。まずはこちらのブルーアイスから食べていきたいと思います。こちらですね、2017年の4月に発売されたんですけど、もう人気になりすぎて、うん、10日で販売休止になるっていうぐらい。その新商品がですね、4月22日になんと、チョコレート味が出まーす。ということでね、今回はこちらをね、まず最初に食べていきたいと思います。開封の儀、見てください、こちら、このブリュレ、あ、もうキャラメリゼ。食べ方がございまして、まずはコツコツカップの横を押して少しへこむぐらいが食べ頃、そしてテーブルの上に置きカップをしっかり押さえてスプーンをグッと刺しますというね、なんと親切な。では早速いただきまーす。コツコツ、見てください、このブリュレの分厚さ、ただこのパリパリ、すごい。めっちゃ美味しい。美味しい。いや、上も美味しさをさることながら、下のアイスクリームがめちゃくちゃ美味しい。でもカラメルがカリカリのやつがね、あってね。いや、これは10日で販売休止になるのかな。二つ目、食べ方間違っとるんやけどさ、上だけでこう食ってみたい。うん、菊まさかのパリパリ、独自の技術で表面をこんがりキャラメリゼ。続いては先ほども冒頭に言いましたように、おはよう乳業さんからブリュレの新しくチョコバージョンが4月22日に発売ということで、はーい、新商品をこちらも食べていきたいと思います。パッケージはこんな感じでおしゃれ、ブリュレチョコレート、中のアイスはこんな感じです。なんかチョコのブリュレってなんか初めて聞いた気がする。美味しいわ。私こっちの方が好きですわ。なんかチョコ濃厚やし、そこまで甘すぎやし、うん、え、何、お上品な味するんやけど、もう上のチョコをキャラメリゼされとるな。だけどもうそれがめっちゃ美味しい、うん、独自の技術で表面をこんがりとキャラメリゼ、滑らかチョコアイスを切っているパリパリとサクサクの食感をお楽しみください。香り豊かなチョコアイス、厳選した原料を使用し、香り高いチョコとミルクのコクが味わえる贅沢なアイスクリームに仕上げました。ありがとうございます。このね、ブルーレ部分だけを単体で食べても美味しい、うん、この下のアイスの単体だけで食べても美味しい、その美味しいと美味しいが重なったらもう美味しいに決まっとるやんか。美味しい。幸せの蓋が取れた。そう、さっきとちょっとだけ取るのよね。ちょっと楽しみが上がっております。今美味しいな。アイス食べるときにさ、この
カチカチで食べる人もさ、うん、いらっしゃるところ、ちょっと溶けるのが好きですっていう方もいらっしゃるから、うんうん、両方楽しめるよね、うん、私ちょい溶けやな、うん、ちょい溶け方がすごい美味しい、なんかミルクアイスがもうより濃厚に感じるから、うんうん、でもやっぱ私こっちのが好きやん。なんか甘党でめっちゃ甘いの好きなんやけど、好き。まだね、このブリュレアイス4個あるんですよ。これはね、デザートとして一番最後にまた食べたいと思います。続いては、チョコ系アイスって言えばいいかな。チョコレート系やったり。ジャージー牛乳やったり、おはよう逃げた主人が方なので、こちらを食べていきたいと思います。カワフルソフト、私はミルクソフト。なんでこんな美味しいんやろ。これを食べるとさっきのアイスクリームがいかに濃厚なのかっていうのがすごい分かる。じゃあさっぱりめのバニラだよね、うんうん、食べながら次どれ食べるのって、うん、こんな幸せなことある。もう見てくださってる方は分かっとる、アコがどれほどアイスが大好きか。最後までびっしり、うん、ジャージー牛乳ソフト、私はカフェオレ味。はぁ、綺麗、フォルムが綺麗。うん、めっちゃ牛やん。自分がね、めちゃくちゃ濃厚やん。ジャージー牛乳ってこんな違うんや。濃厚でまろやかなジャージー牛乳バー。うーん、歯触りとしては固めなんやけど、でも口の中に入れるとゆっくり溶けていくっていうか、うん、早いものが死ぬことで間違えていただきたいと思います。カフェオレアイスはドトールさんが監修、もう色がテンション上がるわ。まさにそうよね、ミルクの優しい味わいと本格的なコーヒーの匂いって、うん、早いものが来たので もらいたいと思います。ビッコの濃厚生チョコ、中に生チョコ入っとる。うん。四角い大豆状のとろける生チョコや。最後まで残る生チョコ。うん。アイスが溶けて最後に生チョコがおる。うん。すごい。リッコ濃厚生キャラメルアーモンドアイス。アーモンドの香りがいい。このアイスにさらに生キャラメル、こっちも入っとる。生キャラメルとアーモンドめっちゃ美味しい。とろける深い味わいガトーショコラ、一個一個個包装になってます。すごい、え、すごい可愛い、こんなちっこい、めっちゃ美味しい。瞬間に溶けてんやけど、うん、え、なに、外のガトーショコラ、うん、すっごいもう大好きなチョコ、本当に濃厚やね。ね、プチパーティー3つ入っとって、バニラ、チョコ、キャラメル、イチゴミルクが入ってます。形がめっちゃ可愛い。イチゴはハートや、もうすごい触るの思い出。甘酸っぱい。次はチョコキャラメル。
星です。これはみんなが好きな味だ、うん。バニラ余るやん。バニラ美味しい。プチドーナツ。これも3つあって、チョコ、キャラメル、ストロベリーです。え、これ、これとこれセットでなんか出したら、もう、パーティーですよ、パーティー。ドーナツの形しとる。外のチョコのコーティングに、クランチがついてるから、うん、食感も楽しめて美味しい。ジャージー牛乳のコーヒーとミルクです。美味しい、うん、一口交換しようと言われましたが、こっち私は好きなので交換を拒否しました。はい、昔懐かしアイスクリーム、はあ、好き、うん、美味しい。続いてはフルーツ系のアイスを食べていきたいと思います。贅沢果実白桃アイスバー、いちごアイスバー、美味しい、うん、かじった後なんで、あれですけど、この見えますか、これいちご、このえ果肉がすごい、すごい、めっちゃ果肉入ってる。先ほどのファミリーパックバージョンって言っていいのかな、うん、ちっちゃいサイズのパックを食べたいと思います。私は白桃いちご、美味しい。ファミリーパックって言ったけど違った、これは練り込んであるから。いちごミルク感こっちやな。そう、ミルク感強いよね。果実感こっちなんか強い感じるけど、うん、なめらかゴールの果実アイスバー、キウイとマンゴーミックスです。美味しい、はあ、夏より食べたらすごいね。うん、マンゴー感がすごい。キウイもさっきちゃんとしっかりキウイの味をするから、うん、ほんとこれはフルーツとミルクに特化した感じの、うん、練乳いちご&ソーダー、シャキシャキのね、食感のね、この小さい頃思い出す、あの小学校の夏休みとか、うん、思い出す。この上の練乳の美味しさ、さっぱりの氷河、モナカシリーズでーす。バニラモナカ、抹茶モナカ、小豆モナカ、濃厚チョコモナカです。まずはバニラから食べていきたいと思います。なんでモナカとバニラでこんなに合うんでしょうね。うん、すごい抹茶やからパッケージのこれもなんか緑でちょっとおしゃれ。食べようとした時に抹茶の香りすごいする、うん、
あずき。あずきが入っとることによってより甘くなって美味しい。濃厚生チョコモナカ。パリパリのチョコが入っとる。パリッとチョコが外側にあって、中が生チョコ入っとる。うん。こちらが最後の残すところあと4つのブリュレアイスとなっております。こちらね、おすすめの食べ方がなんかいくつかあって、うん、蓋を開けてオーブントースターで1分加熱する方法と、温かいエスプレッソコーヒーをかける方法と、赤ワインや洋酒などを少しかける方法とかね、いろいろなんかあるんですけど、うん、今回は一番簡単なオーブントースターで1分加熱するっていうやつをやってみたいと思います。こっちはまた最後、うん、最後に普通に食べたいから普通に食べて、うん、このもう一つずつをオーブンで加熱していきたいと思います。はい、加熱してきました。まずは普通の方から食べたいと思います。うん、すごい加熱したことにより中のアイスが溶けてすごい。これはオーブントースターの効果がすごい美味しい。これ温めるだけで美味しい。続いてはチョコレート。すごい、もう濃厚やか、なんかもう全然違うやつになっとる。うん、上の表面の存在感は残っとるのに、中のチョコももうこのほら、うん、これが濃厚だな。うん、残りの2つはノーマルで食べたいと思います。もっとこの上の部分を味わっていただきたい皆様に。最後の一口、ごちそうさまでした。今回ね、このブリュレアイスと、あと、おはよう乳業さんのね、アイス25種類をね、大食いしたんですけれども、うん、このね、ブリュレアイスの美味しさ、なんかもうやっぱ10日間で、販売休止になるだけあるなっていうぐらい、美味しい。本当に美味しいし、あと、4月22日からね、この新商品が発売されるこのチョコアイス。うん。こっちもまあ美味しい。だからね、もう売り切れるかもしれないのでね、皆さんもね、ぜひね、もう売り切れる前に、もうこちらとセットで、そう、セットで買ってください。アレンジの食べ方もすごい美味しかったし、簡単にできるもんね。トースターで焼くのはすごい、なんか画期的というか、うん、なんか電子レンジで温めるとかはあるけど、うん、このブルーアイスならではって感じ。そうそう、パリパリが残ったままやけど、うん、アイスは溶け取るっていう感じで。すごい美味しかった。もう皆様、ぜひ食べてみてください。それでは、本日もご視聴ありがとうございました。このブリュレを食べたいと思った人はグッドボタンとチャンネル登録ぜひお願いします。バイバーイ。このビュレが食べたいなと思った人は噛みすぎやろ噛んないわ、嘘やん、ビュレってことや